祭りナインピンク色二十歳の神田陸斗です。よろしくお願いします。4月12日から僕たち祭りナインが初主演を務めるドラマボイメンセ、はい、お願いしますね。ボイメン新選組祭り選手も一人だ。よし、はい、祭りナインピンク色の神田陸斗です。僕たち祭りナインが初主演を務めるドラマボイメン新世紀祭り戦士ワッショイラーが4月の12日から CBC で放送されます。よいしょ。はい、このドラマタイトルにある通りヒーローものなんですけども、それだけじゃございません。見ててみたいな笑える小ネタいっぱいご用意してございます。だからね、ぜひね、ちっちゃい方でから大人の人まで楽しめる作品となってますので、ぜひ軽い気持ちで見ていただけると嬉しいです。そして、ヒーローものといってもですね、やっぱり僕たちの年代ですので学園ものなんですけど、ヒロイン可愛い方ご用意してます。このね、恋の行方っていうかね、アイドル的な存在の子が一人いるわけです。で、その誰に気持ちが向いていくかとか、その辺にも注目して僕は見てほしいと思ってます。よろしくお願いします。楽しみに。